はい、お疲れ様です。5月2日の日原湖ガイド終了しました。今日はですね、まあ、天候的にもうライトリング日和って感じでしたね。はい、ね、予報では割と南東の風かな、南東の風が 3,4 メーターくらい吹く予報だったんで、まあ風下でね、そういうまあ風がある時の釣りをしようかなって思ってたんですけど、まあそれがなんか蓋を開けてみればなんか一瞬吹いたんですけど、その後はもうほぼ無風から微風くらいの時間がかなり長かったですね。うん、なんで結果ライトリング日和になりました。で、まあ朝かな、まあ朝は表層ですね、まあいつもの 66XL の表層で、まあパタパタっと釣って、であとはね、朝は結構ね、この坂又5インチとかね、坂又5インチのスキッピングにすごい反応が良くって、まあスキッピングからのまあダートですよね、で反応が良くって、それでねガバンとかすごいなんか面白いバイトも何発も食ってきたんですけど、まあそれはかかんなかったりとか、まあでも楽しめました。でその後の日中はね、もうミドスと芋のノーシンカー、ライトキャロー、あと今ここいないけどネコリング、もうその3つでしたね。はい、もうその3つで、まあもうずっと最後まで釣っていった感じですね。うん、まあ特にミドストかな、特にミドストは今シーズン初だったんじゃないかな、多分ほぼほぼ投げてなかったですよね。うん、まあ今シーズン初でね、まあ投入したんですけど、まあ結構いい魚も釣れたりして、まあ投入初日から順調って感じですね。うん、まああれかな、まあね、割と魚がねちょっと浮き気味の時とかは、まあ浮き気味、まあ魚が浮き気味っていう、まあ魚が浮き気味だったり目線が上目なのかなって感じた時はミドスでやって、でボトムやる時はまあボトムでね、まあ基本的にはライトキャロですね。こっちのライトキャロやって。で、ライトキャロ、進化があるとどうしても引っかかっちゃうっていうようなゴリゴリガキガキのところは、この芋ですね。ベルメ40使って。で、まあ、あとはね、まあ、同じボトムでも、まあ、動きを出したいとき、まあ、アクションを出したいときはネコリング使ってっていう感じですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、一日、まあ、本当にすごく快晴のいい天気の中。まあ、でもね、今日まではね、まあ明日もちょっとは気温低いんだけど、今日は本当にこの時期らしいカラッとした晴れてるけど、まあ晴れてて暖かいけど、まあ空気は比較的ひんやりしててっていう、まあこの時期の晴れらしいすごく綺麗、まあまあ気持ちいいのね、日でしたね。最近またね、晴れてると結構黄砂がすごかったりしたんですけど、今日は黄砂もなくてすごい視界がクリアで気持ちよかったです。はい、まあ、ちなみにラインはまあフロロ、ミドストはまあフロロの 2.5、まあね、どうしてもやっぱり軽いね、ちっちゃいルアーをなるべく投げて、まあ、長い距離引きたいんで、まあ、3ポンドだとちょっと飛距離落ちちゃうから 2.5 で、まあ芋ですね、まあ芋はなんていうかな、まあ、ハリサイズもねちょっと10とか、あ101かな、うん、1とかで、であとはねガキガキのところやるっていう性質上やっぱり3だとちょっと細いかなって感じがするので4ポンドで、まあ、ライトキャロは普通に3ポンドっていう、まあ、そんな感じのセッティングで、まあ、ライトリングですね。本当にライトリング1日楽しめたかなっていう感じです。はい、そんな感じの、5月2日の日原湖ガイドでした。